こんにちは、姿勢肌アラフォーのミニマルです。今回は姿勢肌アラフォーの私的に思ういいクレンジングと洗顔についてお話ししていきます。姿勢肌さんは世の中の美容情報を試してみて失敗した経験はありませんか？私はたくさんあります。例えば肌に優しいクレンジングがいいっていう美容情報を信じてミルククレンジングにしてみたことがあります。数日で角栓がびっしりチンアナゴかと思うぐらいに飛び出てきました。あとはメイクの濃さによってクレンジングを選ぶべきというのを信じてノーメイクの時はクレンジングをせずに洗顔だけしていたら角栓がびっしり詰まってチンアナゴになりました。クレンジングオイルに書いてあるダブル洗顔不要を信じてダブル洗顔しないでいたら角栓チンアナゴでした。世の中の美容情報って乾燥肌さん向けに発信されているものもあるので姿勢肌の私がその前提を知らずに実践してしまったのが失敗の原因だと思います。キャッチーな美容情報は詳細を知らずに鵜呑みにしてはいけないことが多いのかなと思いました。そんな私なりに今いいと思っているクレンジングや洗顔、過去にしてきた私には合わなかったなと思ったことについてまとめてみました。ただ最初に言っておきたいのは姿勢肌といっても千差万別十人十色一括りにできません。私にとって良くても他の姿勢肌さんには合わないこともあります。この動画はそういう姿勢肌さんもいるんだなとご参考までにご覧いただければと思います。まず私が目指すクレンジングや洗顔についてお話ししていきます。クレンジングや洗顔の基本的な目的はメイクを落として顔を清潔にすることだと思います。姿勢肌の私的にはそれにプラスして角栓を育たせないことが重要です。角栓って鼻なんかの毛穴に詰まっている小さな塊なんですけど、角栓が育つと毛穴が目立ったりニキビができたりして肌が綺麗に見えにくくなります。なので角栓を育たせないことが重要だと思います。あとアラフォーの私的には乾燥によるたるみケアを予防するというのも重要なポイントになります。要するに角栓ケアする洗浄力とたるみ毛穴に見えない乾燥しなさ加減が私的にはいいクレンジングと洗顔の重要なポイントになります。それを前提に私的な基本方針としてはメイク落ちが良くて乾燥しにくいクレンジングオイルを使う、ダブル洗顔は優しめの洗顔料を使う、特別ケアとしては優しめのピーリング剤を使うというのが良いかなと思っています。一つ一つお話ししていきます。メイク落としはオイル、ジェル、バーム、クリーム、ミルク、いろんなクレンジング剤がありますよね。私的にはオイルが一番良かったです。私は働いているので、家を出て帰宅するまで10時間は汚くなりにくいメイクを意識しています。自分の皮脂でメイクが崩れやすいので、日常的にウォータープルーフや皮脂崩れ防止系のアイテムを使っています。となると、ウォータープルーフのマスカラやアイブロウ、皮脂崩れ防止下地が簡単に落ちてくれるクレンジングのオイルが一番便利だなと思っています。今のお気に入りはここにあるアイテムです。全部リピートしています。後でそれぞれ好きなポイントなどをお伝えします。クレンジングオイルの選び方としては、メイクがちゃんと落ちることと乾燥しにくいことです。私の体感的には、メイクが落ちて乾燥しにくいものとなると、1本1500円以上くらいから多くなってくるかなと思っています。1本1000円以下だとメイクは落ちるけどめちゃめちゃ乾燥するっていうアイテムが結構あります。乾燥するかの判断ですけど、私はお風呂でオイルクレンジングをしています。お風呂上がりにタオルで顔の水分を取った次の瞬間から急激に水分の蒸発を感じるものがあるんですよね。で、それは私的に乾燥するクレンジングオイルです。で、そういうものでもアラフォーまでは問題なかったんです。でも38歳くらいからかな、乾燥するクレンジングオイルを使うとたるみ毛穴が気になるようになったので顔には使わないようにしています。乾燥するクレンジングオイルは体の日焼け止め落としに使っています。で、クレンジングオイルの価格帯をちょっと上げたら乾燥を感じなくて、たるみ毛穴も気にならなくなりました。メイク落ちが良くて乾燥しないクレンジングオイルで私がリピートしているのはこちらです。アテニアのスキンクリアクレンズオイルと、ファンケルのマイルドクレンジングオイル、でエクセルのセラムオイルクレンズ、ナンバーズインの一番さっぱりすっきりクレンジングオイルです。でどれも通常価格が1本2000円前後のものです。このアテニアのはちょっとエコパックで大きいのにしてるんですけど、通常のサイズだと1本2000円前後です。このくらいの価格帯になるとメイク落ちが良くて乾燥しにくいってアイテムが出てきます。使い方としては基本的にお風呂でクレンジングしています。で濡れた手でも使えるって大体のものに書いてあるんですけど、濡れていない方が洗浄力は高めなので、お風呂に入ってすぐオイルを手に出して体を濡らす前にでクレンジングするって感じですね。
で、あと日焼け止めを首にも塗っていて、首にもニキビだかなんかイボだかよくわからないものができることがあるので、首もクレンジングしています。なので1回の使用量の倍を使って摩擦しないようにクレンジングしています。で、そんな感じで結構たくさん使うので1本2000円前後の価格帯がありがたいです。じゃあなんでこんなに何種類もクレンジングオイルを持っているかなんですけど、常に 2,3 種類お風呂にクレンジングオイルを置いて、気分で香りや洗い心地から使い分けています。毎日のクレンジングってやらなきゃいけないこと感があると思うんですよね。で、ちょっと面倒くさくなりやすい。で、複数選択肢を用意しておくと、よし今日はこれって自分で選んで行動することになるので、私的には面倒くさくなりにくいなと思っています。で、簡単にこの4つをレビューしていくと、メイク落ちは基本的にどれもいいんですけど、ナンバーズインが一番控えめかなと思います。ウォータープルーフのマスカラが落ちにくいので、一番初めにオイルをマスカラになじませて、それから他のパーツをくるくるしてから最後にまたマスカラに戻ってなじませると、まあ、特に問題なく落ちます。で、他のはだいたい同じぐらい落ちるかなっていう印象です。で、香りはファンケルは無香料で、アテニアは無香料バージョンもあるんですけど、これはアロマタイプで柑橘系の香りのものを使っています。で、エクセルはベルガモットとユーカリの香り、ナンバーズインもちょっとフローラル系の香りがあるかなと思います。で、液の粘度はファンケルとアテニアだいたい同じような粘度かなっていうふうに思います。一般的なクレンジングオイルの粘度って感じで、エクセルはここで見るとサラサラに見えるんですけど、使うと結構厚みがある感じがします。で、ナンバーズインは結構サラサラしています。で、洗い流した後ですが、アテニアとファンケルは肌がふかふかと柔らかくなったような感じがして、エクセルは少ししっとりしてて、ナンバーズインはツルツルした感じがします。詰め替え用とかがあるかなんですけど、アテニアはポンプと付け替え用のものが売っています。しかも大容量です。で、付け替え用にポンプを付け替えるだけだから、一番楽にゴミを減らせるかなと思います。で、別売りでこの付け替え用を入れる容器が売ってるんですけど、まあ、それを使わなくてもこんな感じで立つので、私はこの状態で使っています。で、ファンケルも詰め替え用が売っています。で、詰め替えるには容器を一旦きれいに洗って乾かす必要があるので、それはちょっと面倒かなと思っています。で、エクセルとナンバーズインは詰め替え用は見つかりませんでした。で、あと気になる点としては、ファンケルはフレッシュ期間があります。ここにフレッシュ期間って書いてあって、無添加の商品を品質を維持した状態で使える期間だそうです。で、クレンジングオイルは120日間になってます。この期間内に使い切らなかったことがあって、久しぶりに使ってみたらチーズみたいな匂いになってたってことがありました。なので、ファンケルは早めに使い切ることが大事です。で、あとはナンバーズインはお風呂で使うと、ここに水が溜まってたりすると、水がなんか中に入っちゃうってことが何回か起こってました。なので、まあ、お風呂で使う場合は、まあ、容器を濡らさないようにするとか、まあ、もしお水が入っちゃったら早めに使い切るのがいいのかなと思いました。で、私的には一番エコなアテニアが好きです。でも気分によって使い分けるのが好きです。次、失敗してきたクレンジングの美容法についてお話ししていきます。優しいクレンジングがいいとか、メイクの濃さでクレンジングオイルを選ぶべきっていう話についてなんですけど、この考え方自体は合ってると思うんですけど、脂性肌の私には合わないなと思いました。脂性肌の私が洗浄力の優しいミルククレンジングをしたり、ノーメイクの日にオイルクレンジングしなかったりすると、がっつり角栓が育ちました。私はメイクしない日も毎日オイルクレンジングをしています。その方が角栓が育たなくて調子がいいです。油脂系しっとり系のクレンジングオイルがいいかっていう話なんですけど、シュウエムラとか魔女工場とか人気だと思います。で、私も使ったことあるんですけど、洗い終わってもしっとりしていて、乾燥肌の方とかにはいい製品だと思うんですけど、脂性肌の私だとこのしっとり感によって角栓の成長につながっている感じがしました。で、油脂系のクレンジングオイルはオイルでくるくるした後、水を加えてまた顔をくるくるってして乳化するっていう工程があるんですけど、私はちょっとそういうのが面倒に思ってしまって性格的に合わなかったです。で、ナンバーズインも油脂系で乳化するように公式ホームページには書いてあるんですけど、乳化しなくても特に問題ないのでお気に入りに入れています。で、砂利を取るのはいいことかっていうことなんですけど、砂利っていうのは多分毛穴から取れるなんか角栓みたいなものだと思うんです。バー油洗顔が流行った時に砂利が取れるって話題になったことがありましたよね。で、私の場合、口周りと眉毛のところをクレンジングオイルでくるくるくるってすると、黒っぽい粒かほぼ無色な粒が結構大量に出るんですよね。
エクセルはあんまり出てた記憶ないんですけど、この3つはそこそこ砂利が出てくるかなって思うんですけど、で一時期この砂利の採集っていうか砂利がいっぱい取れるっていうのが面白くって、大量に取ってみたこともあるんですけど、結局取らない方がいいんじゃないかなと思いました。砂利採集によって肌が綺麗になったっていう実感はないですし、数日後に割と新人っぽい毛穴の黒ずみを見つけたり、口周りに新規のニキビができたりもしました。ニキビができた理由は私の想像だし、砂利を取るっていうこととどんだけ関係があるのかわからないんですけど、結局砂利が取れても脂性肌自体は解消されませんし、特にいいサイクルにつながってるって感じはしなかったです。次、洗顔についてです。クレンジングオイルにダブル洗顔不要っていう風に書いてあることが多いと思います。脂性肌さんについては真に受けるなっていう風に思いました。でクレンジングオイルはお湯で流してもクレンジングオイルの成分がちょっと残っているみたいなんですよね。でダブル洗顔しないと脂性肌の私の場合、角栓がすごい勢いで育つので、ダブル洗顔不要と書いてあっても洗顔するようにしています。かといって肌に残ったクレンジングオイルの成分を完全に除去しようと洗浄力強めの洗顔料を使うと、今度は乾燥してたるみ毛穴が目立つ気がしました。ということで私的にはダブル洗顔は優しめの洗浄力で乾燥しにくいものを使っています。今リピートしているのは韓国コスメの B プレインのグリーンフルペーハーバランスドクレンジングフォーム、なんか緑豆クレンジングって呼ばれているものです。であとはファンケルのピュアモイスト泡洗顔 C っていうものを使っています。で基本は緑豆クレンジングフォームを使ってて、でこれ YouTuber さんがおすすめしてたので、適当に買ってみたらすごくハマったものです。で泡立ちは粗いんですけど、すっきり洗ってくれる感じがあって、でも乾燥しなくてすごく快適でリピートしています。でネガティブポイントは開封してすぐだとクリーミーな洗顔フォームなんですけど、後半は出してみるとわかるかな、こんな感じでちょっと見た目があんまり綺麗じゃないっていうか、緑豆の粒子が結構な粗さになってきます。で水となんかちょっと分離してきちゃうっていう感じがあるので、見た目がちょっと良くないかな。洗顔自体に影響は出ないんですけど、見た目はお好みが分かれそうに思いました。ちょっと泡立ててみます。どうですか、こんな感じ。そんなにこう泡立ちがすごくいいっていう感じじゃないんですけど、これで洗顔したら顔がすっきりしていい感じです。ファンケルは泡で出てきてくれるので、洗顔料を泡立てるのが面倒な時に愛用しています。こんな感じできめ細かい泡が出てきてくれて、すぐにはへたらないですし快適に使えています。でこちらもフレッシュ期間、なんか書いたのに消えてきちゃってるんですけど、フレッシュ期間がありまして、詰め替え用の販売もあります。で次、特別ケアです。毎日のクレンジングや洗顔はこの通りで、あとは毎日ではないんですけどしているケアについてお話しします。で私的にはピーリングが合っている気がします。で使ってよかったのはアイオペのプロピーリングソフトジェルとアンプル N っていうところのピュリファイングショットかぼちゃ酵素ピーリングジェルです。アイオペは手元にもうないんですけど、写真を出しておきます。でこの2つはたまたま使い始めてなんか調子がいいなと思ったアイテムです。でホームケアのピーリング剤ってあんまりいいイメージがなかったんですよね。ピーリング成分の入った洗顔料とかピーリングジェルとか使ったことはありました。でも使った後どれも乾燥する印象で、若い時には使ったけど最近は使っていませんでした。でたまたまスキンケアのキットに入っていたアイオペのピーリングジェルを使ったら、刺激も乾燥もないのに角栓の成長が少し落ち着く印象がありました。でアイオペを使い終わったんですが、アイオペが1本3360円とお手頃とは言えない価格だったので、ネットで優しいピーリング剤を探して、でこのピーリングが高評価 で1300円ぐらいで買えたのかな。これも良かったです。乾燥しなくて角栓の成長が少し落ち着く感じがしました。使い方としては、公式サイトによると、顔が濡れたままで使うとマイルドなピーリング、顔の水分を拭き取ってから使うとより確実にピーリング効果を感じられると書いてありました。で私はオイルクレンジング、洗顔の後、濡れたまま1分くらいピーリングジェルでくるくるした後、ぬるま湯で洗い流しています。でそうすると、マイルドなピーリングっていうことなんですけど、顔がつるっとします。でピーリングのアイテムの注意点なんですけど、ピーリングアイテムはかなり刺激強めのものもあると思います。私は使った化粧品で肌荒れしたくないので、
ソフトピーリングとか低刺激と記載があるものを選ぶようにしています。でこれもホームページを見ると低刺激っていうふうに書いてありました。であと私はレチノールの美容液もたまに使うんですけど、レチノール製品はピーリングアイテムと併用しないように注記があったりしますので、まあ、そのあたりも気をつけるようにしています。あとはこういうようなこんな感じのものなんですけど、これをくる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 してるとこうやって消しゴムのカスみたいになってくるんですよね。で、この消しゴムのカスは多分角質が取れてるわけではないと思います。化粧品の解説をしている方の多くがそうおっしゃってるので、こんだけ取れてるっていうふうに誤解しない方がいいかなと思います。で両方とも韓国コスメなので、Q10とか楽天、あとスタイルコリアンさんで私は買ってるんですけど、公式サイトか昔からあるショップで買うようにしています。韓国コスメは正式ルートがわからないところで買うと偽物かもしれないので、そのあたりも気をつけるようにしています。あと私的にうーんって思った特別ケアについてお話ししていきます。まず酵素洗顔についてです。角栓は皮脂と角質であるタンパク質が合わさってできたものと言われています。で、オイルクレンジングで皮脂にアプローチして、酵素洗顔でタンパク質にアプローチするのがいいと聞いたことがあります。理屈としてはそうなのかなと思って、何年かオイルクレンジングと酵素洗顔を使ってきましたが、その良さは感じれてないかなというふうに思っています。私の場合、酵素洗顔は洗浄力が強いものだと乾燥してたるみ毛穴が目立つ、小鼻の皮むけが起こることもありました。で洗浄力が弱めのものだと普通の洗顔料との違いを感じませんでした。で洗い終わったらすっきりツルツルするものもありますし、こんな風にだいたい個包装されているので、この個包装を開けるっていうことに特別ケア感を感じて使うのは結構好きなんです。でもそんなに角栓のケアにいいかなっていうのはちょっとうーんっていう感じなのが 2,3 年使ってきた正直な感想です。私にとってはピーリングの方が合っているのかなという感じがしています。あとは泥パックも毛穴が目立つ方におすすめされることがあります。何種類か使ったことがありますが、洗い上がりは良いものが多いんですけど、そんなに毛穴への効果を感じたことはなかったですね。あとスクラブ入りの洗顔料も使っています。サボンのスクラブは大好きですし、カネボウのスクラビングマットウォッシュっていうのも使ってみてはいます。で私の場合は週に1回のレベルで使うにはいいんですけど、頻繁に使うと肌が敏感になる感じがしています。なのでたまに気分転換で使っているっていう感じです。酵素洗顔だったり泥パックだったりスクラブのものっていうのはアイテム自体はいいと思うんですけど、毎日使用しないっていう前提のアイテムが多いと思います。でたまに使うものだと肌調子が良くてもそのアイテムのおかげかどうかっていうのがよくわからなくって、私的には使うモチベーションとかあとリピートするっていうことが、まあ、少なくなっちゃうかなって思っています。そんなこんなで頻繁に使用できるソフトめのピーリングっていうのが、まあ、私には合うし効果の実感も高いかなと思いました。最後にまとめると、メイク落ちが良くて乾燥しにくいオイルクレンジングをして、優しめの洗顔料でダブル洗顔して、たまに優しめのピーリングアイテムで角質ケアをするというのが私的には良かったです。洗浄力についてまとめると、クレンジングオイルは洗浄力高め、ダブル洗顔は洗浄力優しめ、ピーリングも優しめっていう感じで強弱弱くらいでケアするのが私的にはいいのかなと思いました。どなたかの参考になれたら嬉しいです。こんな感じで落とす系のスキンケアをしています。このチャンネルでは購入品のレビューや姿勢肌アラフォーの視点からコスメについて思うことを動画にしています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。特にコメントは次の動画を作る励みになっています。お気軽にコメントを残していただけると嬉しいです。ではではまた、バイバイ。